ッホー、イミネです。はい、12月も末に差し掛かってきたってことで、2023年ベスコス発表プチプラ編ってことでやっていきます。今年の1年は特に美容だったり自分磨きだったり必死になった1年で、ね、過去一コスメ買ったりしたんじゃないかな。いろんなものを試したりビビったりとかしながら2023年いろんなものに出会ったんですけど、イベントとかでさ、みんなに会うとさ、私がさらっと紹介したものとかみんな買ってくれてたりするので、なので2023年本当に良かったものだけ厳選して今回は紹介します。でインスタでみんなに聞いたんだけど、デパコスとプチプラあるじゃん、どっちもさいいものいっぱい出会ったんだけど、一個の動画にまとめるよりもみんな分けた方が見やすいとのことだったので、一応分けました。まあ割合的にはちょっと今回のプチプラ編とかの方がちょっと多めで偏ってるかもしれないんだけど、また後でデパコス編もやっていきますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。佐藤、ちょっと余談なんだけど、プラダのキラキラのピンね、これね、アミューズのさ、イベントにご招待いただいたときに、生ゴニョンちゃんをさ、これ、ご飯とこれくらいの距離で見て、ってなって、もそっから私、ゴニョンちゃんのやつが冷めないんだけど、ゴニョンが可愛すぎて、同じピンを。可愛いんですか。今回は、まあ、プチプラ編の紹介していくんだけど、プチプラってさ、正直どこからどこまでプチプラなんて感じではあったりするやん。けん、ちょっとお値段的にはプチプラなんこれみたいなものがあったあるかなと思うんだけど、デパコスとそれ以外みたいな感じでちょっと大きく分けさせていただきます。私正直キャンメイクとかセザンヌとか数百円で買えますみたいなアイシャドウってあんまり使わなくて、カラーものとか特に韓国コスメとかやっぱ発色が違うし色持ちが全然違うから、結構そういうものを買い揃えることが多いので、ガチプチプラみたいな500円のアイシャドウですみたいなものとかはあんま出てこないので、そこだけはちょっとご注意ください。まずパックから紹介していきます。私メイク前にこのパックを使ったら劇的にメイクのりが変わった。そして夜まで乾燥しないし、なんか肌トーンがマジで綺麗すぎてえって感動したパック、こちらでございます。リズムデイリーケアマスクプレシャスです。リズムは結構いろんな種類あると思うんだけど、私はエイジングケアのパープルのタイプがすごい好きです。マジで肌が輝く。これを使ってメイクするとしないとで全然メイクの仕上がり感も違うし、今日という今日はみたいな時は私は絶対これを使ってメイクをします。シート自体がすごい柔らかくて、韓国とかのパックでもなんかあんま出会ったことないなって思うような質感のパックで、すごい好きでした。この間アットコスメに行った時とかにもまたプラスで買ったりして、夜のねスペシャルケアバージョンとかもあるんだけど、あのストック買いしてます。それくらいすごいリズムのパック好きだったので、これからも買っていこうと思います。あとはメイク前に欠かせなかったのはこれ、ウォン・ジョンヨのモイストアップレディスキンパック部分用シートマスク。むくみ感気になるわみたいな日でも部分的にこういう部分とかに貼って、まあ、数分置いてメイクすると、そこのなんかこう赤みだったりとかが消えてすごいメイク持ちもいいし、こっちの方がどっちかというと水分感が強いので、なんだけどそんなに水分感いらないか、まあ、デイリー使いくらいだったら絶対こっちでいい。だから今日のスキンケアに取り入れたのはこっちのパックなんだけど、大きさもこれくらいのほっぺに1枚乗っかりますくらい、だから1回のメイクで2枚使うかなくらいの感じ。それとかあとはもうさっと拭き取るくらいに使ったりしてもいいし、質感もしっとりしすぎずさっぱりしすぎるのだ、バランスいい感じですごい好きで、これないと結構メイクできないくらい私は大好きです。まあ、ただね、いろんなお店で完売続きだったりするから、見つけたらストック買いしたりして切らさないように頑張ってます。はい、ってことで9点で買うべき動画みたいなのもさ、かぶっちゃってる商品が結構あるかもしれないんだけど、もう一回っていう意味で見てください。今年すっごい何本もリピッタしたちがこちらです。てるてるマスクフィットトーンアップエッセンス。いろんな下地を使ったけど、特に春夏化粧が崩れがちなシーズンとかに本当にお世話になりました。今はちょっとしっとりタイプの下地に変えてるんだけど、春夏とか化粧崩れが気になるシーズンを本当に欠かせなかった。これどんなファンデーションと重ねても相性バッチリだし、こういう感じで程よく色がついてるから、正直これだけでもね結構ね肌が綺麗に見えるんですよ。ツヤ感は少ない分、肌にすごく密着をするので、ツヤ感の下地と混ぜて使ってもすごい綺麗。今の季節はもうちょっとしっとりする方が好きだから、私はしっとりタイプの下地と混ぜて使ったりします。これが肌に加わることによってもうよれなさがレベチになる。なんかどういう技術で作られてるんだろうって思うくらい
もう今塗ったけど、塗ったんか塗ってないかわからんくらい、なんかね、肌に膜を張るんよ。これはもう大信頼の下地なので、今後もなくてはならない存在です。カラータイプもあるから、そのカラータイプの中だったら私はラベンダーのカラーが好きかな。なんで崩れやすくて悩んでるんだよねっていう子とかは、もうちょっと原点に戻ってこれ買ってみてほしい。すごい優秀でした。私はもう2、3本くらいはリピしてたかな、出会って。これ取ろう。取るんかいって。はい、続きまして。じゃん。これは今の季節に特におすすめしたい。エスポワウォータースプラッシュサンクリーム。これがね、SPF50+PA4+ で、日焼け止め効果も抜群です。なので、まあ、サンクリームって感じで使ってもらって大丈夫なんやけど、ティルティルの時とはまた違うこっくりとしたツヤ感がプラスされるのね。これもなんか程よくトーンアップをしてくれる感じなので、下地としても使える。冬になると本当にツヤ感メイクが大好き。あとは乾燥肌にとってはもう乾燥大敵なんで、こういうしっとり系の下地をプラスすることが多いんだけど、エスポワのこっちの方が割と落ち着いたしっとり感で、どんなファンデにも響きにくい。で、私これを使った時に、このデコルテの、これも大好きなんやけど、サンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC、 これもう大人気のやつ。これとなんかね、ちょっと似てるなと思ったの。デコルテはピンクを使ってるんだけど、程よいしっとり感と肌をどよくトーンアップしてくれて、ツヤ感プラスする感じがなんかデコルテと似てるなって思ったので、しっとり下地を探してる子とかはすごいおすすめです。はい、ってことで次はファンデーション部門です。とにかく私ベースメイクが大好きなのね。毎日これとこれの組み合わせはこうだったとか、毎朝のメイクが研究ってくらいに、同じ組み合わせはあんますることない、くらいなんかこういろんな組み合わせでお気に入りの質感を見つけるまめちゃん登場なんかすごく大好きで、いろいろ研究をしたんですけど、まあ、デバコスも確かにすごいいいファンデーションはいっぱいあったんだけど、私的に今年は韓国コスメが豊作すぎたなって思います。3つ紹介させてください。マジで絞れなかったの。だから3つの中でもこれっていうものを1個挙げさせてもらうんだけど、まず1つ目、じゃん。私といえばって思うくらい、バニラコのこのクッションファンデですね。この間大阪でオルドットのポップアップの来店イベントさせてもらったんだけど、もう私のファンの子さ、お化粧がすっごい可愛くて、何人にも私ファンの子に、いやそれファンデーションどこのってすごい聞いたの。これエミネの動画見て買ったバニラコのファンデーションですっていう子が本当に多くて、バニラコのファンデ率の高さがえげつなかったです。最近ね、いろいろ試してて、これを使う頻度ちょっと下がってたのよ。だけどまた新しいの開けました。やばー、やっぱ私も感じてたし、ファンの子たちの肌を見て思ったのが、元からきめ細かい肌です、私みたいな肌になってんので、韓国コスメってちょっと白浮きしたりとか、まあ、カバー力がやっぱ高いのが好まれる国だからこそ、ちょっと厚塗り感があったりするものも、まあみたいな、それも韓国コスメの良さだよねって思ったりすることも多いんだけど、これはあらゼロ、毛穴ゼロ、キメの細かさパーフェクト、ムラのないお人形肌なのに、モテます感ないんですよ。びっくりしてみんなの肌を見てね、びっくりした。私が使ってるのが21番のロゼってカラーで、これは結構カラバリが豊富なんですよ。ちなみに言うと、これのリキッドタイプもあって、リキッドバージョンもめちゃくちゃいいです。ただリキッドは塗り方とかにもちょっとコツがいったりするのね。なのでクッションファンデに悩んでる子は、このバニラコのクッションをね、本当に使ってみてほしい。もう一つやっちゃいました。じゃん。 2AN っていうブランドのファンデーションなんだけど、これあんまりさ見たことないでしょ。私ね、イベントに招待していただいた時に出会ったんやけど、私は特になんかいろんなブランドでメッシュタイプのクッションが多く出たなっていうイメージなんだけど、クッションタイプはバニラコ、メッシュタイプは 2AN。 肌への密着力がダントツ、ツヤ感とカバー力もすごいんやけど、もう叩けば叩くほど肌にどんどん密着していって、その上に軽くルースなパウダー乗っけると夜までガチで崩れます。メッシュタイプの方がなんかクッションに比べると肌にこう密着する分なんで、ちょっとペタッとしてる印象なのね。ただ塗ったらペタペタするんじゃなくて、で肌にスーッと馴染んで、これもバニラ粉と同じでカバー力はしっかりとあります。なのに何回こう重ねて塗っても変な厚塗り感は出ないし、なんかメッシュ特有の肌の密着感で素肌っぽさがしっかりと演出される、プラス変な白浮きもしないし、ツヤンツヤンのお白玉肌になり上げます
ちょっとメッシュタイプもう一個いかせてください。じゃん、アミューズのフェイスクッション。私はね02番のカラーを使ってます。 1.5 とね02を使い分けて使ってるんですけど、アミューズもねメッシュタイプなのよ。 2AN の方がちょっとこっくりとした感じ、アミューズの方がビーガン処方なのでちょっとね薄付きな感じはある。これは肌をしっかりカバーしたい人向けで、もこっちのメッシュはもともと肌割と綺麗な方だけど今よりプラスで綺麗に見せたいなって思う人におすすめしたいクッションなので、私はどっちも使い分けてます。私結構ね顔の立体感を褒めてもらえることが最近増えたんだけど、メイクをするときに明るめなファンデーションをここの中心部分に使って、02はちょっと暗めなカラーなのよ、カラー展開的な中で。ここからこっち側はちょっと暗めなファンデーションで塗るみたいな感じで立体感を意識してメイクすることがあるので、これはね2色使い分けてます。はい、ってことでちょっともう何回もね紹介しちゃってるからどうかなって思うんだけど、いいからこそ永久保存版としてこのベスコスに入れさせてください。アイシャドウです。じゃん、ウェイクメイクのこのカラーパレット、このカラーパレットは何回も多分いろんな動画でベタ褒めしてると思うけど、今日もウェイクメイクで私目作ってるんだけど、ガチで捨て色がない優秀カラー揃いなんだけど、縦のゾーンを使ってメイクしていけばいい感じになるらしいのね。しっかりと締め色使いたい人かはこの一番端のこのカラーのゾーンを使えばいいし、まあ割とナチュラルなニュートラルな感じで仕上げたいなって思う子とかは真ん中のゾーンを上からずっと塗っていけば綺麗な目になるわけで、そういうなんか考えられてるところも大好きだし、粉質と発色感がやっぱめちゃくちゃ綺麗。私ねアイシャドウデパコスあんま使わないんですよ。でなんでかというと、デパコスは確かに発色も綺麗だしラメ感とかもすごい綺麗なんだけど、若干なんか溶けた印象になるなって思うようなものが多くて、まあ、それこそじゃあ例えば7000円8000円出して買うシャドウのパレットも可愛いんだけど、その中で締め色はさこういうカラーが良かったのにさ、じゃあブルベのピンク系を買ったりしたらカープルのクリエスとかこれじゃないのみたいなカラーが入ったりするやん。そういうのが嫌でもったいないことはしたくないので、韓国コスメってちょっとヤングなイメージが強いものが多かったりすると思うけど、ぜひ私の同年代とか上のお姉様世代の方にもぜひ使ってほしい質感のマットで、でも粉がこう目に浮いてきたり二重幅に溜まったりしすぎないような質感のお粉なので、どんな年齢の方でもね綺麗に発色をしてくれるようなカラーが揃ってます。で私は結構ピンクめなパレットをねちょっと集めちゃってるんですけど、例えばイエローベースとか、まあ、中間色くらいのカラーとかカラバリもね揃ってるので、イエベさんブルベさん関係なくこのパレットはねぜひゲットしてみてほしいです。無駄がなさすぎに感動して3色もゲットしちゃってるんだけど、こんな系統なピンクメイクしたい時は10番のパレット、ちょっとサイド明るめな可愛い系のメイクをしたい時は04番のパレット、コーラルお姉さんな雰囲気を出したい日のパレットは02番って感じで、それぞれピンクはピンクでも使い分けているのでぜひ参考にしてみてほしいです。ちょっと前もね9点の紹介で出しちゃってるんだけど、感動したなこのクリオのプロアイパレットエアー、このシリーズです。これどっちもすごい人気なパレットじゃん。でよく見てもらったら分かると思うけど、ウェイクメイクとちょっと似てて、何が似てるかっていうとラメの部分が少ないし捨て色が圧倒的にないんですよ。あとはニュアンスカラーが本当に揃ってて、どの組み合わせで使っても可愛いアイメイクができるような、これ一つでアイメイク完成しちゃいますっていう無駄のないパレットです。めちゃくちゃお値段が可愛いわけではないじゃん。だけど捨て色が入ってるものを買っちゃうくらいなら、とりあえずもう一個このパレット好きなものを買っとけばなりたい雰囲気になりますから、何が何でも全部のパレットの色使いたい、無駄が嫌いですみたいな子とかはマジでウェイクメイクかこのクリオのパレットがいいかなって思います。で私的にね最近一番使ってるのがこの02番のローズコネクトっていうカラーなんだけど、私すごいピンク系が好きだからピンク系多いんだけど、ピンクピンクしすぎるとなんか若干ちょっと老けた印象になっちゃうのね、私がやると。だからデイリー使いがしやすいこのピンクの02番のローズコネクトっていうパレットのカラーはすごい使いやすいし、程よくコーラル感が入ってるから血色感も出るし優しい雰囲気になります。あとは黒髪の方でもすごい垢抜けた印象になるし、どんなお洋服の色でも馴染むカラーが揃っているので、涙袋とかも私こういうカラーで描いちゃうの。このパレットを使う日はこのパレットだけで完結させます。韓国コスメが良すぎたのでデパコスではアイシャドウは出てきません。ほとんど使ってないからよろしくお願いします。なんかその場しのぎでさ全部のジャンルを出すのがすごく嫌で、このジャンルは韓国コスメが良かった、このジャンルはデパコスが良かったみたいなのが結構あったりするので、その辺はちょっとご了承くださいませ。続きまして
マスカラ部門です。こちらじゃん、エチュードマスカラフィクサーパーフェクトラッシュマスカラベース&トップコートです。今年ねすごいねまつげのメイクがねうまくできるようになったの。 2,3 ヶ月くらいまつげパーマとかやってなくてもう完全に取れちゃってる状態なんだけど、こういう感じでダマもなくすごく綺麗にまつげが上がるようになったのね。時間できたらまたマツパ行きたいんだけど、今のところこれに出会ってなんかマツパ別に急がんでいいかもって思うようになってもう数ヶ月経っちゃったの。マスカラ下地ってコームタイプが多いと思うけど、これはねこういうね太めなブラシでまつげと絡んで液がつくのね。で私この液が乾かないうちにマスカラをするんですよ。マスカラ塗って乾かないうちにピンセットでピッ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 ってつまむとナチュラルな束感まつげができるから、この子に出会ってまつげ人生変わりますね。束感まつげしたいけどなんかどうやったら綺麗になるんかわからんみたいな子とかはぜひこれ使って私のやり方でまつげ作ってみてください。でこれとすごい相性良かったのがキングダムのカールマスカラ。私はクリアブラックを使ってます。最近アッシュブラウンみたいなやつも出たから買ったんやけど、ちょっとねブラウンすぎたかな、だから使わなくなっちゃいました。だけどこのクリアブラックはもう何本目だろうって思うくらいすごいリピって買ってるんだけど、私的にこの下地とこのマスカラの組み合わせがあって圧倒的に最高。マスカラもさ好きでいっぱい買うんやけど、私毎月やっぱねこのねクリアブラックのねナチュラル感が可愛いし、束感でまつげが真っ黒すぎるとなんかくじき味が出ちゃうの。だけどこれくらいのナチュラルなカラーだと結構バチバチに束感作ってもナチュラルな目になるので、この組み合わせがねすごく好きでした。下半期ほぼこの組み合わせでしか使えてないくらい圧倒的だった。はい、ってことでお次涙袋です。じゃん、ジュディードールの涙袋ツインライナージェラートピンク。半分がこういうねリキッドの斜めカットになってる平たいブラシで、これをこれかな、本当にナチュラルに分かるか分からんかくらいのマジで薄いカラーが本当に分かんないな、ほぼ水ですくらい。ただ涙袋にのせるとそれが逆にすごいナチュラルに爆誕するのね。ジュディードール大好きなんだけど、やっぱ韓国中国コスメが好きだな私は。総じていいものがいっぱい出たなって思いました。はい、お次はラメです。じゃん、ウォンジョンヨ×シピシピダイヤモンドライナー01ピンクフィーバー。ラメもいっぱい使ったんやけど、このねラメのね大きいラメと小さいラメのバランス感がすごい可愛かったのと、ラメのねピンク感がどんなラメよりも一番可愛かった。ラメ自体がピンクなのよ。なんだけどちょっとシルバーラメも入ったりしててピンクピンクしすぎないし、ピンクアイシャドウを使うことが多い人とかはシルバーのラメとかを使うよりもピンクメイクに馴染むようなピンクラメを使った方がすごく可愛いのね。今日の目とかも私ラメをウォンジョンヨ使ってるんだけど、すごいナチュラルじゃない。上も下もウォンジョンヨのラメなんだけど、結構派手かなとか思ったんやけど、指で軽くポン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 ってぼかすのよ上と下で、したらすごいナチュラルにちょっとなんかワンホンチックなラメになったので、マジでアイドルみたいなラメが好きな子とかはすごいおすすめです。はい、ってことでお次はチーク部門です。じゃん、何回も紹介したけどバニラコのこのチークの PK01 番、チークで毛穴って消えるんだって思った感動と、自然と発色するブルベでもチークって味方につけられるんだって思った感動がやっぱ圧倒的かな。これに出会って私のメイクの工程でチークがなくてはならないものって気づいたのがこのバニラコのチークのおかげです。とにかく肌を綺麗に見せたい、ふわっと見せたい、ナチュラルにチークを取り入れたいって思う大人女子の方々にもすごくおすすめしたいチークです。デバコスのチークみたいに比べてパール感とかは入ってないガチマットなので、これの上にハイライトとかはツヤ感欲しい人は必須なんですけど、肌を綺麗に見せたいツールとして使うのはすごくありだと思います。もはやフェイスパウダーくらいのなんか立ち位置で使ってもらった方がいいかなって思います。本当に綺麗。あともう一個、じゃん、 2AN です。まさかな、私ね 2AN が入ってくるとは思わなかったね、ベスコスに。って思うくらい 2AN っていうブランドを今までマークしてなかったんだけど、使ってびっくり、全部いい。だから 2AN は一番今注目してるブランドではあるんですけど、チークがねとにかく可愛かった。ピンクペタルっていうカラーを使ってるんだけど、 NMIX のヒョンちゃんがこの下にちょっと濃いめにチーク入れてたのがすごい可愛くて、このチークで成り立つなって思って、このコントラスト感がねすごく可愛くて、これもすごい肌が綺麗に見えるなと思った。あと発色が柔らかくてすごい大人女子でも使いやすいチークなので、なんか赤ちゃん、大人赤ちゃんみたいな肌になりたいとかはすごいですね。あとはなんかスナイデルとかちょっとこうマッシュ系、うさぎオンライン系の服とか着る人とかはすごい肌にこれがポワッポワ
ポって乗ってるとめちゃくちゃ可愛いし、髪のトーンが暗い方とかにぜひ使ってほしいなって思うチークですね、これは。はい、ということで次はハイライト部門です。じゃん、クビズムダイヤモンドハイライト 3D306 のムーンライト。これはね、多分中国コスメになります。めちゃくちゃ使ってて、ディオールのね3番のギラッとしたハイライトに似てるんだけど、それよりもすごいナチュラルなきらめきなんだが、ワンホンお姉さんみたいな発色はする。頬の上とかに乗っけるとちょっとね毛穴が気になることが目立つと思うんだけど、こういう目のこの辺、今日はねオーラ爆誕したいわみたいな日とかは、こう高い場所としっかりと光を当てたい場所に乗せると本当に綺麗にきらめくから。デポコスのツヤも好きなんだけど、ハイライトで言うとちょっと派手めな中国コスメとかのハイライトも大好きなので、これはね買ってよかったなって思います。はい、ということでリップ部門に行きます。じゃん、クリオのベルベットリップペンシル。リップライナーとかもいろいろ買ってみたけどさ、今年はこれが優秀やな。私がね好きなカラーが04番と03番なんですけど、これはこういう鉛筆型なの。普通のリップタイプってリップと混ざった時になんかリップと馴染みすぎてどこ縁取ってるかわかんないみたいな、ちょっと不自然な感じのなんか書いてます感が出ちゃったりするんだけど、これは鉛筆だからかぼかしても消えないし、ご飯食べても消えないし、リップ塗り直すけどこのペンシルは朝から晩まで塗り直さなくても OK ってくる。ガチで取れないの。リップライナーが取れないって概念なかったんやけど、ぼかそうと思えばちゃんと綺麗にぼかしはできるんだけど、これ唇の上に乗っけると本当に綺麗に可愛い影になるので、今のが03番で、濃いめなリップ使いたいよって方とかはこういったカラーとか、あとしっかり影感に見えるのは私こっちかなって思うから、04番を使うことの方が多いんだけど、例えばこの鼻の下のシェーディングとしても使うし、こういう唇の上の影そしてもシェーディング効果抜群なので、ここに来てクリオって鉛筆の形で出してくるあたりセンスよ。リップペンシルは油分感いらんわと思って、書きやすいしない方が、だからシェーディング兼リップライナーとしてすごく重宝しました。これはねぜひ買ってほしいですね。最後リップです。もうリップ死ぬほどあるのに、もうやっぱりくらい今年もめっちゃくちゃ買ったの、もう何百本買ったかな。けどもう絞ったよ、頑張って絞りました。こちらです。じゃん、アミューズのリップティント。もうこのリップに出会ってほんとこれしか使わなかった。で今のリップもアミューズのリップ使ってるんだけど、このね特に東京チェリーっていうカラーがマジでゴニョになるんですよ。なんかミネ最近唇ヒアルロン酸入れたとか、リップメイク変えましたっていう質問がすごく多かったんやけど、アミューズのこのリップ使い出してすごく言われることが増えた。唇ヒアルロン酸入れたって多分言われてるのは、このリップライナーをしっかりと塗った上でこのリップを使ってるからかな。ティント効果は抜群なのに、上にこういうなんかゼル膜みたいなのが貼るのね。だからグロスもいらない。これは飲み物飲んでもこの唇の上にまとってるジェル膜みたいなのがなくならないし、だから塗り直すその時まで唇がしっとりしてるの。だから今の時期とかは乾燥しない最強ティントって感じで、これに関してはブルベカラーとかも関係なく、私イエベっぽいカラーもすごく大好きで、東京チェリーを塗る前に例えばベージュフィグみたいな、こういうちょっとピンクベージュみたいなコーラルカラーを塗って、その中心にきっと赤い目なカラーを塗ってみたりすると、コーラルと青みのいいとこ取りができてすごく可愛い。カラバリもすごい豊富だったからさ、集めるのも楽しくて、アミューズはねすごく今注目してるブランドです。次がこちらです。じゃん、ヘラのリップの94番。ここに来てヘラって感じなんだけど、これ1本で塗った時の粘膜感がすごく可愛いの。ただこれだけだとちょっとシアーすぎて薄いから、ちょっと濃いメイクをしたい時とかは物足りなくは感じるかもしれないんだけど、このカラーがめちゃくちゃ可愛くて、ブルベのねピンクメイク好きさんとかはねすごく可愛いので買ってみてほしいです。ヘラってさプチプラじゃないよね。でもね韓国コスメだからちょっとどっちに入れるか悩んだんやけど、もう一旦今日リップのくくりとして入れました。あとねデイジークのメルティングキャンディーバーム、周りの人たちがめちゃくちゃさ買ってくれてて、私が紹介したから、グリングリン、ゆるヒアルロン酸だと思ってます私は。わかるこのプリンプリンさ。一回ちょっとティッシュでアミューズのリップの上のジェル膜をオフします。オフしたらこんな感じ。私が使ってるのは05番シュガーパルム。
かるかな。グロスではないのに、グロスとリップのなんかいいとこ取り、これ塗っただけですっごい美味しそうな唇になるの。圧倒的にあざとくて美味しそうな唇になりたい子とかはマジでこれ買ってって感じ。このデイジークにハマって、もう一個ジュディドールで似たリップがあってさ、とろみつリップペン05番ルビーメープルティっていうカラーなんだけど、デイジークは韓国コスメって感じの可愛い感じの色味なのね。ただちょっと強めなメイクしたい日とかもあるじゃん。そういう時とかはジュディドールのこっちがいいの。中国メイク、ちょっと強い女のメイクみたいな感じの日とかはこれが良くて、メルティー系のリップの時は使い分けてるんですけど、でね、デイジークよりねジュディドールの方がジュルンジュルン、名前にねとろみつって入ってるんだけど、まさにとろみつ。肌の上にほら乗っけるとさ、こう体温でとろーって溶けていく感じがすごく可愛いし、でもなんかねティント効果はデイジークの方があるなって感じはした。ちょっと濃いめな強いカラーが好きな人はジュディドールの方がいいかな。デイジークよりもとろっとしてる感覚、もうちょっと飴溶かした感じのプルンみたいな方が好きな人はデイジークの方が好きかなって感じなので、まあお好みで使い分ける感じがいいかなって思います。今年はなんかこういうちょっととろみつ系なリップがね、いろんなブランドでも出てきて可愛いし、ありそうでなかったから、普段のメイクにもね常に使わせていただいたアイテムです。はい、ってことでちょっとリップまで紹介しちゃって順番変なんだけど、これだけ最後紹介させてください。眉毛メイクです。じゃん、タナエクセルのカラーエディテッドパウダーブロー、ウィンターモーブのカラーです。パーソナルカラーで分かれてて、春夏秋冬の、私はブルーを買ったんだけど、今日もこのカラーで描いてるんだけど、こういうピンク系のメイクした時に、私髪黒いしモーブ系のパープルみたいなカラーがすごく可愛くて、特にこの満タンか2つのカラーがねめちゃくちゃ重宝するの。おしゃれなお姉さんの眉毛のカラーになるから、ぜひね買ってみてほしいなって思います。あとね、付属のブラシがめちゃくちゃ使いやすい。細かく眉毛描けるし、眉毛落ちにくいので、黒髪の間はこれを使い続けようかなって思ってます。はい、ってことで2023年エミネー的ベストコスメプチプラ編、いかがだったでしょうか。まあプチプラといっても、私は結構韓国とか中国コスメが好きなので、そういった割合の方が多かったかなと思うんですけど、また引き続きいいなと思うものがあったら、その都度みんなに共有ができたらいいなと思いますので頑張ります。次はデパコス、高くても絶対これ買った方がいいって思えるものたちを厳選して紹介する動画が出ますので、ぜひそっちも楽しみに見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。